悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。ここからここまでくっついてるんですね、はい、なので、ね、ここをちょっとしっかり刺激してあげるとかなり効果的です、はい、で腰痛にもしっかり効いてくれますって、私がわざわざ説明するってことは痛いってことですから、頑張ってね。こうやって、ね、我慢をされてた方でもやはりこの横の部分というのはねとても痛いんですね。で今ねこの右のお尻の骨盤のところを押さえてるでしょ。ここがね一番みんな痛がる、でなかなかね自分でやりにくいし緩めにくい場所なんですね。だからね悶絶整体するときここねガン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 押さえます。で今前もお伝えしたかもしれませんが、新しくてすごい痛い方をやり方をやり考えましたから楽しみにしてね。まあ、こいつが硬くなっているので、あの腰痛になってきてるんですね。だいぶ硬いね。いけますか？呼吸大丈夫？見られてる方はもう私のこと分かられてると思いますが、私ド S ですから痛がってるのをね見てね、痛めつけるためにね生きてる人間ですから、ね、こんなの見てても全然ね何とも思わないんですよ。すごい変態です。指で押さえてる方法をやってるんですけれども、この方法がね今ね劇的にね変化しました。なんどれぐらい変わったかって言ったら、ね、Windows98 から Windows10 に進化したみたいなね、劇的な考え方を変えて、常連さんでも痛がるぐらい。でもね終わったら先生悔しいけどね、足の疲れが抜けちゃったっていう風な感じになってます。これでも十分痛いんだけどね、これのね3倍ぐらい痛くなった方法をね発見しちゃいました。すごい。だからね来る時ね皆さん本当にこんな顔してる人よりもっときつい顔するようになってますからね、本当に取れてくれるとね、本当にね腰痛が取れてくれるんです。だからね分かる人に、あ先生そこなんですよって分かってもらえます。ちょっと痛いしますか？すいません。いや痛いね本当に、ね、いや謝らなくて大丈夫ですよ。初めにね、緩んできた筋肉がね、表面がね、取れてきたから、だん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 痛みが増していくんですよ。なんていうか、グレープフルーツの皮を剥いで甘皮を取っていく感じで、奥の方に入っていく感じで、もうこの痛さがね、増していくんですよ。受けたことある人は分かると思うんですけど、本当に痛い。本当に痛いんですよ、これ。だからね、あの想像を超えた斜め上の方向の、ね、痛さが出てきますからね、あの覚えておいてください。終わったと思ったところで、あ、反対側もあったんだっていう、この気づいた時の怖さと痛さ、うわ、痛い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 、角度もしっかり置いて逃がさないように、こっち、いやー、この顔、この顔を見るために私はもうずっと悶絶整体をやり続けるわけなんですよ。ほら、あのね、痛みがね、右ほどではないんですね、やっぱ左の方、まあ痛いんだけれども我慢してるのわかります。ね、結構重要でして、あのこの角度とか場所とか、腕の入れる位置とかね、あのやっぱりすごい、ね、絶妙なんですよ。少しでもちょっと変わるとね、この顔が見れなくなっちゃうんですね。だからね、うちの店はこう骨盤の角度とか、それをね逃がさないようにしてます。だから技術ね盗みたい人はね、私の動画全部見てもらって、あ先生こんなことやってんだっつってね、勝手に盗んでってくださいね。で解説するとね、悶絶整体のねセミナー動画なんかもね、私勝手に無料開放して流してってますから、それでねぜひ見つけてね、悶絶整体真似してね、全然やり続けてあげてください。ほら絶命に戻してる、またやめて、痛いのやるよ先生、やめて痛いよっていう、こんな感じのね動画ですからね。普通にこの今ね指で押さえ込んでるのはね、これねちょっとねやっぱりちょっと入りきらないんですよ。今までねもっとやってほしい人っていうのはいてたんですけども、その人にね対応できて、ね、痛いやり方半分発明しましたから、ああもうすごいコロンブスの卵的な感じです。だからだ、もうこの動画見てるともうもう怖いと思っといてよ。本当にこんな状態で痛くなってきてるからね。
所っていうのはね、これで、ある程度の硬さが取れるまでずっと押し続けます。お肉焼いててね、焼き上がるまでね、これぐらいだってわかるじゃないですか。私もね、触るとね、この筋肉のコリがどれぐらいまで緩んだらいいかっていうのはね、押さえた感じでわかるんですね。なのでね、痛い場合はずっとね、押さえ続けます。だからね、もう諦めた方がいいです。ずっと押さえ続けられます。で、あ、やっと終わったと思ったらまた違う場所になっちゃうんだよね。背中を触らさせてもらうと、さっき触った時より全然柔らかいの分かりますか？はい。この辺も張りもだいぶ減りましたね。はい。ということは、はい、足の疲れから背中上がってきてたよってことだったんですね。はい。だいぶましたね。はい。では、背中ね、ここ押さえていきますよ。はい、ここ。